はい、ということでですね、大勢秋葉一人で、やっておりますということで、本来ならね、まあ、初めて聞く皆さんあれですけども、3人いるんですけどね、今日はちょっとね、いろんな奇跡が重なりね、奇跡というかね、まあこれはちょっと悪いことなんですけどね、重なり僕一人になっちゃいましたということで、まあバクータボンバーはね、まあ冒頭でもちょっとお伝えしたようにですね、まあ音楽の力というか、音楽でまあ皆様を癒しの眠りへと導くということで、まあある程度ね、対象者というか、これをぜひ聞いてほしいという方はね、一人でこうラジオを聞いてたりですね、一人でちょっとぼーっとしながら聞いてる人たち向けというか、まあそういうことが、まあ、コンセプトとして我々やってるわけでございますけども、まあいろんなね、まあ今までまだ始まって2ヶ月3ヶ月ぐらいなんですけど、いろんなことやってきたんですけど、まあちょっとね、軽くコーナーっぽいことやってみようかなと思いまして、私大勢秋葉はですね、もうこれ根っからのね、もうビートルズファンということで、もうビートルズはもう大好きでね、ライブに行っちゃうぐらいもうね大好きなわけでございますけども、まあ今回ね、ちょっと新たにちょっとコーナーを作ろうということで、今回のコーナーはですね、一人ぼっちのあいつに送るビートルズのお言葉というね、コーナーでございます。まあちょっとね、まあ、先ほども言いましたけど、やっぱ対象者が一人という、一人で聞いてる方という、まあ大体ラジオって一人で聞く人が多いのかなと思うんですけども、まあちょっとね、いろいろこう孤独とかね、なんかいろいろ悲しいこととか、なんかぼーっとしながら聞いてる人が多いんじゃないかと。まあいうことで、まあ今回は、まあそういうね、ちょっと病んでるというか、ちょっと悲しみを持ってるような人たちに対して、まあビートルズっていうのは本当にね、その歌のね、やっぱそのメッセージっていうのがね、割とこう孤独とか、なんか寂しい人たちに向けたメッセージっていうのが多いので、まあそういう方々にね、ぜひこのビートルズのその歌詞とか、まあ音楽感みたいなところで、ちょっと元気になってもらおうじゃないかっていう、まあ、僕の勝手なエゴで進めるコーナーでございます。ね、今日はね、まあ、ビートルズの曲を紹介するんですけども、まずビートルズ、まあ、これはねちょっと皆さんね、まあ、もちろん有名だと思うんですけども、若い人は知ってるようで知らない、まあそのジョン・レノン知ってるとかね、ポール・マッカートニーとか、レッド・イット・ビー知ってるとか、ヘイ・ジュード知ってるとかね、最近だとイエスタデイっていう映画やってますけどね、ビートルズの歌をね題材にした映画やってますけど、まあそれでちょっと割と知ってる人も多いんじゃないかということで、でもビートルズってそれだけじゃなくて、まあこれ魅力語り出したらね止まらないんですけども、いろいろな時期がありましてね、ビートルズファンの中ではこの初期のビートルズがいいとか、中期のちょっとサイケチックなビートルズがいいとか、後期のなんか仲悪くなったビートルズがいいみたいな、なんかそういう期間でね、ビートルズのその曲っていうのも変わっててですね、まあ今回は、今回紹介するのはまあ中期というかね、まあちょっとビートルズが最初アイドル的にねバーって売れ出してね、シーラブズユーとかでこうバーってこうアイドルチックにこうね、もう全世界を虜に、全世界の女性たちをメロメロにした、ちょっと過ぎてからね、ちょっと自分たちの音楽はどうなんだってことで、なんかちょっと変な方向にビートルズたち行っちゃうんですけど、まあ、そこでちょっと音楽的にもね、新たなビートルズのサウンドっていうのがこうできるラバーソウルっていうね、アルバムがねありましてね、まあ、その中の一曲の、曲をね僕は紹介しようと思います。まあ、今回ねタイトルにもある通りね、一人ぼっちのあいつっていう、まあ、曲でございます。まあ、知ってる方は、もう大好きという方いるんじゃないかと思いますけども、ノーウェイマンという一人ぼっちのあいつという、まあ、これねジョン・レノンがメインボーカルを務めててね、まあレノン・マッカートニー名義で作られた、まあ、だからポールとジョン・レノンが作った、まあ、歌なんでございますけど、これ日本にね来日した時に武道館でもね演奏してる、曲目なわけでございまして、ね、このね一人ぼっちのあいつっていうね、まあ、タイトルからしてねすごいインパクトな、歌でございますけども、まあ、先ほども言った通りビートルズが、まあ、中期に入ってもうキャーキャー言われるようなそういうアイドル的なね感じからちょっと抜け出した時期でございまして、この一人ぼっちのあいつって、その今までビートルズって恋愛ソングとかラブソングがメインだったんですね。まあアイドルとかでもやっぱりこうキャーキャー言われるためのその一番の、曲調って言ったらやっぱラブソングなんか多いと思うんですけども、この一人ぼっちのあいつっていうのはビートルズ史上初めてですね、ラブソングではないという、まあ、ある意味人間哲学的な、歌詞を、作ったと言われる、まあ、ビートルズの初めての、楽曲なわけでございます。で、まあ、ちょっとね歌詞を、ちょっと見てみたいと思いますけども、まあ、要は一人ぼっちっていう、彼は、本当に一人ぼっちだと、自分は一人だけの世界に引きこもって誰のためにもならないようなことばっかり考えていると、彼の自身の、考えもなくてどこに行くかも分かんない、君は僕みたいな男なんだ、孤独な男よ聞いてくれ、君は何か見落としてないかい、孤独な男よ世界は君の、手の中にあるというのに、極力全てから目をそらして見たいと思うものだけを見るんだ、孤独な男よ君には僕が見えているのかいと、
何かがあったら、きっと君に手を差し伸べてくれる人がいるさ。自分の考えっていうものはなくて、どこに行くかも分かんない君は僕みたいな男なんだ、みたいな、歌詞でございます。まあほぼ全部言ったような感じですけども、まあこのね、まあただ聞いてればね、なんかちょっと孤独な男について歌ってるっていうだけなのかもしれないですけども、まあこの孤独な男、一人ぼっちのあいつという歌詞の、ちょっともうちょっと僕なりの解釈でちょっと説明するとですね、まあ孤独な男について歌ってるわけでございますが、この曲に、込められた思いっていうのは、こう誰もがね、心の片隅でふとした瞬間に感じることの、ような気がするわけですね、必ず孤独になるのが人間であって、まあそんな時、孤独になった時に、こうなんかみんなと会いたいとか、みんなが楽しそうなことをしたいとか、こう思うと思うんですよね。まあそれっていうのは、なんていうのかな、世間的にこう幸せ楽しいっていうことを自分がすればですね、誰かと一緒にいて世間的に充実してるというか、リア充みたいなことを自分がすれば孤独はなくなるんじゃないのかって思ってしまってる、人たちが多いんですよね。まあそういうようなね、まあ時間はね、時が経てばね、また終わってね、また孤独になるんですよ。で、まあインスタとかで充実してる自分をこうアピールするっていうのも同じでですね、まあ孤独から避けるために、まあ孤独な感情から逃れるために、まあ充実というものをフィルターでね、充実っていうそのフィルターを通して自分をアピールしてるだけで、まあその人の本質的な孤独っていうのは消えないんじゃないかみたいなことを、思うわけでございますけど、でまあだからね、その歌詞にもある通り、極力見えないもの以外は見ないようにしてるとか、見たいものだけを見てるっていうね、歌詞はね、やっぱりその本質的なものというよりかは、やっぱ世間的な、一般的なその幸せというか、自分が充実してることが孤独をから抜け出せるね、もう何かそういうものなんじゃないかということで、まあ世間的なイメージでその孤独を消そうとしているということであって、でもやっぱりね、自分の世界とか自分だけしか見えないものっていうのは必ず一人一人にあるわけであって、でそれが理解できたらね、すごい幸せなことで、まあ好きなこととか目覚ましてるものとかね、そんな自分を見つけたらね、まあなおさらもっと孤独になるんですけど、まあそういうね、自分自身の、まあそういう自分の中に、世界の中にあるものを見つけて、でそれで何かアピールして、まあ、それで共感してくれる人っていうのが、やっぱりそういう人こそ、大事にしなきゃいけないと思うし、まあ、仲間内だけでワイワイやって楽しんでるような、まあ、人間関係も大事なんですけど、まあ世界にはまあ多くの人がいて、 SNS とかでね、いろいろつながりやすいこの今の時代にね、自分を持ってそれに共感してくれる人との人間関係っていうのがね、もっと大事になってくると。でまあ孤独を抜け出すためには、そうある意味自分を持って、自分の本質的なものを持っていかなきゃいけないんじゃないのかという、今の時代にもね、まあ、長くだらだら僕喋っちゃったわけでございますけどもね、あまりにもこの歌が大好きすぎて、まあこの曲を聴いたらね、なんとなく世界観わかるかもしれないんでね、ちょっと聴いていただこうと思います。まあ、ビートルズで、ノーウェイマン、一人ぼっちのあいつです。どうぞ。